見てくれてありがとうございます。前回柿の実で観察した野鳥観察、実は同じ日なんですが、その続きですね、有馬富士の登山道とかですね、その公園の周りを林道を歩いてみました。その時発見した野鳥をご紹介したいと思います。有馬富士、冬の有馬富士ですね、綺麗ですね。これが入り口のですね、いろんな家ですが、まず林道を歩いていますとコゲラがいましたね。柿の実にも来ましたけどね、こうつついているのはいつも思うんですけど、何を食べてるのかなという感じですね。何もいないような小さい小枝なんですけどね、盛んにつついていますね。もう本当に落葉の木が多いので、葉が一つもついていないので発見しやすいですね。続いてシジュウカラも来ました。シジュウカラもキツツキと同じようにですね、幹の横を上手に歩くことができますね。シジュウカラもコゲラも同じ群れですね。これはですね、山柄も一緒にいるんですけどね、椎茸栽培の木が置いてあるスロープのところなんですけどね、ここ結構小鳥が多いんですね。こういう休憩する場所もありますが、その周りですね、ちらちらと見えますかね。そしてですね、メジロも見ましたね。この垂れ下がってる実、茶色い実のを寄ってるのはですね、メジロだけでなくて、いろんなオオルリなんかもね、あ、ルリビタキなどもいますね。シロハラが落ち葉をひっくり返してですね、何かを食べていますね。そして総支庁もね、この辺り多いんですね。総支庁はね、有馬富士多いと思いますよ。どこでもというよりか、場所は何か所かに限られてると思うんですね。でもその辺りに行けば毎回見れますよね。総支庁も群れで行動してますね。つぐみはですね、木のてっぺんあたりに止まっていましたね。この木のてっぺんを見ることも大事だと思いますね。総支庁とかですね、シジュウカラとか目の高さぐらいの下を群れで飛んでいるときは下ばっかり見てしまうんですけどね、たまにやっぱり木のてっぺんあたりを見ること必要ですね。葉っぱが落ちている今の時期、冬ですのでね、1月ですので、いろんな鳥に出会います。でこのつぐみを見た後ですね、首が痛くなるほどですけども、上の方ばっかり見て歩いてみました。こう上の方を見て歩くとですね、いろいろ発見できるんですね。アトリを見ましたね。アトリもね、群れで来てるんですね。これも10羽ぐらいいたと思うんですけどね、動画ではね、なかなか映せないんですが、イカルもいましたね。
今の時期だからその葉っぱがないので、こういう木のてっぺんに止まる鳥が見やすいですね。シメもいないかなと思いましたがね、この日はシメを発見できませんでした。これ林道の方 の有馬富士の山頂行く道の横にあるこういうね、倉庫みたいなとこありましてね、その辺りですが、常備滝のオスもいましたね。これは上の方じゃなくて、目より少し高いぐらいの位置でしたがね、常備滝のオスがいました。まあ、こんな風にですね、有馬富士は柿の実だけじゃなくて、その林道を歩くと出会いますね。そしてですね、ルリビタキ、このオスがですね、すごく人懐っこいというか、なかなか逃げないというか、綺麗なオスの姿久しぶりに見ました。ルリビタキじっとしてますのでね、撮影しやすかったですね。光の加減でですね、すごく青がですね光って見えるような時もあるんですけどね、これメジロが止まっていた、この実がついてるこう垂れ下がってるところですね。ルリビタキも食べるんですね。集まってましたね。ルビタキは縄張りを持って、一つで生活してますから、そのメジロとかとは違いますね。地面ではですね、ホオジロがいましたね。これオスとメスが一緒にいましたが、群れでいましたね。つがいではなくてですね、メスの方がその白黒のコントラストがあまりない方ですね。顔のミヤマホオジロのメスも見ました。ミヤマホオジロこれはじめまあ本当にですね、ミヤマホオジロなのかなという気もしましたけどね、向こうはホオジロですね。ちょっと黄色みがかってましたんでね、またいや、それはホオジロのメスだよという方は教えていただきたいと思うんですが、まあホオジロと一緒にいましたからね。ただ次は明らかですね、この辺りはこれです。久しぶりですね、ミヤマホオジロのオスです。もうね、喉の黄色で、胸がですね逆三角形の黒い部分、 S って書いてあります。スーパーマンですよね。目、黄色い額、黒い頭と、それからですね、かけすがたくさんいたんですね。声がね、しました。1月13日あたり、かけすの群れが通過したのかな、声をよく聞きまして、ね、いい声ありませんか、というような声なんですけどね。まあ存在はすぐ分かりますね、いるということがね。そして見たいんですけど、意外と声をする数に比べたら姿は発見しにくい。だからこれもですね、その小枝がいっぱいあるところに、体がちょっと出してるだけですね。だからなかなか発見、姿は見ないんですけどね、発見しにくいんですが、それもある程度の距離を取ってないとすぐ飛んでいきますんでね、これかなり遠いところから見てるんですけどね。でこちらの方は結構近くですね、目の周りの白いのがよく見えますよね。そして翼の一部分が青と黒のストライプになってる。
翼の先っちょは、まあ、遠目で見たら白黒の風に、でお腹が少し赤っぽくなってるんですね。カケス、なかなかですね姿は見ないんですけど、それだけね警戒心が強いんですね。というか発見能力がすごい、人間を発見する力を持ってるんですね。で人間がある程度近づいてくると逃げるんですね、まあ、鋭いという感じがしますよね。これはじめ翼を整えてるのかなと思うんですね。お腹のあたりの毛をと思いましたが、そうじゃなくてですね、よく見ると手前の木を枝をですねほじくり返してるんですね。だから餌を取ってるんですね。何がいるのかな。なのでこれ餌を取って、それからですねトラツグミがですね現れましたね。これもびっくりしましたね。ここのトラツグミは結構広い縄張りを持ってそうで、次来たからここで見れるという感じはしませんでしたね。というのは道の真ん中の人がもうしばらく通れなかったんですね。で道の真ん中の小枝にでこのね黒い実を食べていたんですね。こう今食べましたね黒い実を。これ道の真ん中なんですね。で登山のお客さんがまあ数分おきに通りますから、その間偶然私がずっと他の鳥を見てる時に前で鳩かなと思って双眼鏡で見ますとトラツグミだったんですね。まあこういうね登山道ですね、こういう場所ですね、偶然見えてよかったですよトラツグミ。それからアオゲラですね、柿の木を食べに来てるアオゲラがいましたけどね、これは柿の木の手前のあたりなんですけどね、今から柿の木に向かうのかなという感じですね。だからもう普通にアオゲラ、普通の木にいるアオゲラを見ることができました。柿を食べてない場面ですね。こうして少しずつ移動してですね、前回紹介しました柿に近づいていくんですね。アオゲラ、うん、これねよく見ますが日本特産なんですね。日本のウッドペッカーなんですね。世界的には珍しい、まあ、福島大池というね、もうこれが有馬富士の一番特徴の大きな池ですが、星八郎がいましたね。次にですね湿地帯の方へ来ました。この湿地帯はね、遠くから見たら水がないように見えますが、まあ、水たまりがあるんですね。水があるんですね、この落ち葉のところに。なのでこの林の中から水を飲みに来る鳥がいっぱいいるんですね。青地を見ました。青地はね水を飲みに来てるのかなと思ったらずっといましたからね。これここで餌も取ってるんですね。ここで生活をしてるという感じですね。青地1羽だけじゃありませんね、10羽までですけどね、5、6羽ぐらいなのでしょうか。全体の数分からないですけど、もう群れでいましたね。ここで餌を取って生活場所ですね。分かりますね、飲んでるんじゃなくてパーッと枯れ葉をのけて餌を探してる感じがしますね。有馬富士はねこういう湿地帯が非常に多いんですね。このね三田
より南に西宮芦屋というのがあるんですけども、その湿地にはですね、湿原にはですね、氷河時代の生き残りといわれる姫太高地という水生昆虫がいるんですね。三田にもいるのかな。私は西宮出身ですんでね、その姫太高地という生きた化石といわれるね、氷河時代の生き残りと言われてますが、こういう湿地にいるんですね。ダンゴムシなんかを食べてますね。体液を吸ってますね。まあこれ冬の話ではないですけどね、春から夏ですが、水を飲みにルリビタキのメスがやってきました。やはり正解でしたね。こういうところにいるといろんな鳥が水を飲みに来る。ただ有馬富士の場合はですね、もう膨大なこういう場所がありますんでね、水飲み場が全くないようなところのこういう場所一箇所だけでしたら、たくさん鳥を見ることができますけどね。たくさんあるのでね、こういう湿原が。頻度は少ないですね。でも今見たように青地とルリビタキのメスを見ることができました。でさらにまだじっと眺めている理由はですね、1年前にヒクイナを見たんですね。そして今回も見ました。いましたね、ヒクイナが。昨年の冬に見たヒクイナはですね、顔に黒い、粒がついてましたね。なんか今回見ているヒクイナは綺麗な顔をしてますんで、同じヒクイナでその顔のコブが取れたのか、それとも別の個体なのか分かりませんけどね。まあいろんな鳥を見ることができました。もう素晴らしい有馬富士の林道も、もうびっくりする出会いがありましたね。見てくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。